12月1日金曜日の開運メッセージです。もう今年もあと1ヶ月ですよ。まあ来年に向けて後悔がないように日々過ごしていきましょうね。さあ今日の、開運メッセージ、ワインポイントメッセージはこちらです。こちら平和です。まあ社会が平和になる、世の中が平和になるためにはまず自分の心を平和にしていきましょう。自分の心が穏やかで平和でいられるにはっていうようなことを今日はちょっと考えてみてください。今日のワンポイントメッセージは平和でした。それではまた。